きなおの深海レディオ、ゆうきなおの深海レディオ。今から深海生物、私なおがお送りします。よろしくお願いします。皆さんはドラマとかアニメとか見てて、どこに注目して見てますかね。私はその普通だったらストーリーとかキャラクターとかのところを見ると思うんですけど、その服とかを見るのもわかるんですけれど、その風景、キャラクターがいて、その教室がいての風景を見て、あ、これがこうなってみたいな、そういうところから考察とかが始まっちゃうような人なんですけれど、ドラマとかだと本当に警察たちが会話してるのに時計見てて、あ、夕方5時にやってるんだとか、そういう感じに見てしまって、それ重要なのかなってよく言われるんですけど、いや、自分の中では重要だからってなるので、そう、本当に見方って全然人それぞれあると思うんですけど、私の場合は全然違うところの目線から見てます。で、その親が見てるドラマを私はよく見るんですけど、そのドラマのジャンルが全然違うのに、普通に日常ものが警察ものになっちゃうみたいな、そういうような考え方をしちゃって、いや違うでしょって親に怒られますね。では始めていきましょう。ゆうきなおの深海レディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたします。深海レディオ、ゆうきなおのディープシーレコメンド。このコーナーでは私の好きな深海生物を語っていきたいと思います。今回喋るのはオウムガイになります。そのオウムガイで誕生してから約5億年前に誕生していて、結構有名な話だとオウムガイとアンモナイトの形が一緒でみたいな、でなのになんでオウムガイはいるのにアンモナイトはいない、絶滅したのみたいなのを聞くんですけれど、オウムガイがいた場所って深海生物って言われ、深海生物なので深海にいる生物ではあるんですけれど、アンモナイトがいたのが本当にコロコロ環境が変わる浅瀬の方に生息していたので絶滅したっていうのが理由になります。で、そのオウムガイをよく言われる生きてる化石って言われる子たちの部類に生きてる、住んでる属しているんですけど、生きてる化石っての子たちって昔からほとんど姿を変えてないで子孫繁栄している生物たちのことを言うんですけれど、その子たちの部類で本当に
普通だったらそのオウムガイって言ってるので貝の仲間だと思われがちなんですね。だけどその先祖、イカとタコの先祖なので、イカとタコも実は昔は貝を持っていて、え違くないみたいな、え嘘みたいな感じになると思うんですけど、その今のあの姿っていうのはただ単に今の子たちがもう必要ない、自分たちには必要ないなっていう工夫になって、タコ今の皆さん見てるタコとイカのあの形になったっていう感じになります。でね、オウムガイよく見ると貝を殻の部分を逆にして見ると鳥のオウムに殻が似てるっていうので、そっからオウムで貝がついてるのでオウムガイっていう名前がついてるんですけど、それでオウムガイって目なんか見るとレンズ目なんで、目がレンズみたいになってんのかなと思ったら全然レンズは入ってないし、ピーポイントカメラと同じ感じになっています。でもう一つだけ言うと、浸水800メートルまで行くと殻が粉々になってなくなってしまうっていうところが難点で、かわいそうだなっていうところはあります。以上、ゆうきんなおのディープシーレコメンドのコーナーでした。深海レディオ、結城奈緒の大樽回し。このコーナーではその大樽回しという生物がいるんですけれど、深海生物でその子のやることがその樽をいろんな子供を育てるときに使ったり、それで攻撃に使ったりといろいろできるっていうところで、私も多趣味で広く浅くですが、その中から喋っていこうかなっていうコーナーになってます。で、今回は扇風機を話したいと思います。なんで扇風機のことを話そうかって思ってると、ちっちゃい頃から私会話してる相手が扇風機で、でその全国にいる売ってる扇風機は友達だ、マイフレンドだと思ってるぐらいに会話をします。でね、多分このこれからの季節になるとお世話になると思うんですけれど、そのこの季節の話になると、今の扇風機ってその一番最初の形で言うと、やっぱり羽があって子供たちが指入れちゃって事故みたいなのが話があったと思うんですけれど、今の時代羽はないし、でちっちゃいのもあるし、小さい子触っても大丈夫なのもあるし、プラスチック系のねですけど、結構安全な面が多くなって、でほんとちなみになんですけど、私が今使っている子は本当に子というか扇風機は指が全く入らなくて、後ろのところもその数センチ指が入らないぐらいの
感じになっていて、しかもその上向きにな上下振りと横振り120度があるので、なんか扇風機っていろんなのあるんだなって私は思いましたね。で、なんで私がその話し相手いないっていう時期があったかっていうと、そのね、私兄弟がいるのに、その兄弟が忙しくなっちゃって、それで、で親も忙しい時期に入っちゃって、で家帰っても一人ぼっちだから、とりあえず話し相手が扇風機になっていたっていう話になります。でね、その扇風機ってやっぱ細長いのから形全然なので、首下げたりっていうやつもあるので、結構見てみてると楽しい世界かもしれないですね。以上、結城奈緒の大樽回しのコーナーでした。深海レディオ、エンディングとなりました。口の方など、今から SNS 紹介させてください。今流れている私の曲、セカンド曲よ深海フロンティアが iTunes ストア、 LINE ミュージックで配信しています。ファースト曲の My Life is Deep Sea も聴けますので、よければ結城奈緒で調べてみてください。あと私自身 YouTube を始めまして、深海生物好きがやるゲーム部屋という名前でやっていますので、よければ見てください。内容は時々深海生物が脱退、まあ、ほとんどが好きな歌を歌ってるながらゲームやってるっていう感じになります。よくや見てください。ツイッターではハッシュタグ深海生物語やハッシュタグ深海生物オタクで喋っていますし、語っています。ゲームアカの方ではハッシュタグありがとうございますなどで喋っていますので、よければ見てください。もう一つここで告知なんですけれども、その朗読劇というものに出演します。ボイスワークスさん東京の方で大江戸ラプソディというのでを出演します。ツイッターの方でも告知していきますので、よければ見に来てください。結城奈緒の深海レディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたします。いやいや、まだいるよ。お分けっていうかおかわりみたいな感じで、見た目やばい、すごい、この場所にいるこだわり、いろんなやつがいるが、すべて楽しんでいこう。結城奈緒の深海レディオ。